この2人かなり熱くてこういう話も聞いていきたいなと思ってるんですけど、今や日本のスポーツモデルというカテゴリーではトップですからね。トップの孝太郎さん、スポーツモデルってごめんなさい、私はこうメンズフィジークの方でずっと、はい、NPCJ そして今 FWJ としてずっとこのメンズフィジークの歴史を見てきたんですけど、スポーツモデルっていうのは何年ぐらいに日本にこう来たんですか？いやまあ来たって言ったら多分本当に SSA で、まあ、金子健さんがスポーツモデルっていうものをこう教えてくださって、多分2010完全認識がされたのはでもまだ8とかじゃないですかね。2018年とか、うんうんうん、7はちょっとなんかそんなのが韓国である世界にはあるって、ちょっとなんか僕らがやっと、うんうん、なんかパンツ一丁でやってんのがあるみたいな感じで、うんうん、まあその時で17年まで予選も決勝もサーフパンツだったんで SSA とか、あそっかそっかそっか、急になったのが多分8年です。でこれ何なんだろうって調べて、で僕はまあ向こうに韓国に行ったりとか修行行ってたんで、うんうんうん、それであ超かっこいいじゃんって思ったのが本当にその辺で、日本に入ってきたのは多分18年ぐらい。僕は17年から見に行ってたんですけど、うんうん、18だと思うんです。みんながちょっと分かってきたの、うんうんうん、でスポーツモデルっていう、まあ、名前というかカテゴリーが認識されて市民権を得てきたのが2018年頃。じゃまだ若いんですね。そうですね、9って言ったら9だし、18って言ったらまあ最初にやってた子たちが知り始めたぐらいで、うん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 、世間一般にはそれこそ YouTube 見てくださってる方とかはもう全然多分なんだそれみたいな、うんうんうん、そうなんですよ、ふにゃふにゃしやがってみたいな感じ。おそらくこのスナップショッキングはフィットネスに興味のない方も、ご覧になっていただいてると思うんですが、説明するとメンズフィジークっていうのはこれ僕たち NPCJ FWJ という団体が、まあ、日本でやってるサーフパンツを履いて、まあ、ビーチでかっこいい人間、本当サーフパンツですね、サーフィンの時に履くボードショーツってやつを着て上半身V シェイプですねっていうのをこうかっこいい男を競う、まあ、もちろんサイズとかどれぐらいシェイプされてるかっていうのも必要なんだけれども、一方スポーツモデルっていうのはあれトランクスっていうのかな、もう V パンって V パンですよね。ボディービルの先輩たちよりちょっと長いぐらいです。ああそうですよね、もうブリーフっちゃブリーフですよ。ああまあそうですね、ブリーフってのが一番わかりやすい、ね、分かりやすいかもしれない。そうボディービルパンツでもないし、はい、トランクスでもないし、トランクスではないですね。ブリーフWBFF っていう団体はトランクスに近いんですよね。ちょっとここまであるんですよ、うん、僕らはもうここまで入ってる、まあ、まあブリーフですね。はいブリーフですね。でいろんなあれカラーは自由なんですか？自由です。それはもう個性ですね。だからいろんなブランドさんがこう出してキラキラしてるのついてたりとか、うん、いろいろ真っ黒のやつとか派手なやつとか、うん、いろいろ出してますね、うん、そうブリーフパンツを履いて、こうしかも結構動くんですよ。結構こう動いて表現力も審査基準に入るんですもんね、あれね。まあ基本はやっぱでも被写体なんで一緒なんですけどね、うんうん、止まってる時の評価側は高いんですけども、うん、ムービングっていうのが生まれたのが多分、うん、その美意識の中で韓国の中でそのムービングっていうのが言葉として出てきたのも多分16年、韓国で出る16年ぐらいじゃないですかね、うん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 、15年の映像とか見てもまあそんなにかっこよくないんで、うんうんうん、16とか。そうまあちょっと映像メンズフィジークはこんな感じでスポーツモデルこんな感じで、みんなからするともうただ上脱いでやるボディコンテストでしょって、まあ、一緒くたんなんだけど、まるで体も違うし体の作り方も違うし全然カテゴリーが違うと似て非なるものになってくるんですね、こういう僕たちの競技っていうのは。でこのスポーツモデルっていうのにちょっとフォーカスして僕も聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、スポーツモデルの見どころとか魅力って何ですか、孝太郎さんから見て。まあプレイヤーとしてもそうだし、はい、いろいろあると思うんだけど。そうですね、これはまあ団体とかにもよると思うんですけども、うんうんうん、まあナバですね、僕が出て一応プロとしてもやらさせていただいてるんですけど、ナバ WFF っていう団体はその才能だけで判断しないっていうか、努力点がものすごく高い、もちろん絞りもそうですし、うんうんうん、バランスもそうですし、そこにまあポージングだったりとかが入ってきて、なんかなんていうんですかね、もう僕も30、その時も4ですし、うんうん、年齢があるじゃないですか、うん、だからもう先がそこまでそんなに
20代の若い子たちよりはないと思ってたんで、うん、やっぱりその自分が本当に真剣に死ぬ気で打ち込んで結果がついてくることをやりたいなと思ってた、うん、その時にやっぱりそういう今の団体とかを見てとても努力点が高いっていうか、うん、特に分かりやすい話で言うと僕のコーチのペグダジンっていう、まあ、公演団の写真がなんか載せてもらったり ペグダジンさんペグダジンさんっていうダジンっていうのがいるんですけど、うん、あの本人も言ってるんですけど本当に骨格的才能がないんですよ、うん、ウエストはめっちゃ太いです、うんうん、ただ足もどっちかというと短いんですよ、うんうん、でもその彼がもあっちでものすごい強いんですよ。やっぱ調べていくとやっぱりポージング、うん、それでポージングを異常に磨いたんですよ、うん、もうじゃあそれをどうごまかせるかっていう、うんうん、ポージングってそうですもんね、はい、うん、ごまかせるって言ったらそれも言い方がちょっとあれかもしれないんですけど、その努力でポージングの努力、うん、自分を第三者的に客観的に見える能力が高ければその角度で変えることができるんです、うんうん、遠近法もありますし、うん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 、そこにすごいなんかこう魅力を感じたというか、うんうん、ダンスもやってたんで、あここだったら多分俺絶対いけると思ったんですよ、うん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 、で見に行ってあこれいや無理かもと思ったんですけどコリアをでその時代ではいけると思ったけど見たらあかんなってやっぱ思ったんだ。そうです。そうノービスとかを見てた時はいけるかもと思ったんですけど、うん、本戦見に行ったらこれちょっとフィジックと変わんねえなみたいな、やべえわと、やべえしカットなんだこれみたいな、うんうん、どうなってんだこれみたいな。確かにカットもうちょっとスポーツモデル特にエグいですもんね。でそういうところですかね、うん、だから要は努力というかその見せ方次第でどんな人にもチャンスがあるっていう、はい、って部分ですね。そしてこれちょうどその翔さんにその質問していただいたんで本当にちょうど言ったんですけど、僕 D の動画でも同じこと言ってるんですよ、うん、したらいや結局骨格系じゃんみたいな、うんうん、すげえその意見に対していやいや結局一緒でしょみたいな、うんうん、すげえやったんです。多分20件以上それのコメントあったんじゃないですかね、うんうん、で本当にそんなことないんで、うん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 、本当にそれはうちのコーチのペクダジンが、うん、負けなしのペクダジンがですねもう証明してるんで、うんうん、本当に足そんな長くないですよ。あんまり言ったら怒られるけどだから彼は誰よりもポージングを練習して、うん、まあ、ポージングの神って、うん、向こうのポージングを作った人間なんで、うんうん、彼がそのオリジネーターなんですけど、うんうん、なんで僕は彼のところに行ったわけなんですけど、本当にその彼が証明してくれてるんで、うんうん、まあ、でも本当もちろん筋肉をつけるための筋力トレーニングも大事だし、はい、要はシェイプもめちゃめちゃ大事だし、それ以上、まあ、それと100同じぐらい、むしろそれ以上に大事なのがポージング、まあ本当同じぐらい、トレーニングと同じ認識でやられた方がいいと思う、うんうん、だから全部100、100、100でやんないと。僕もね、あのメンズフィジークでポージングの講師させていただいてるんで、はい、その選手には必ず言うんですよ。やっぱり減量とトレーニングってみんな 120% 以上やってくるけど、ポージングってみんなおまけじゃないですか。おまけで、そうなんですよ。なかなかそこまでの時間と努力を費やさない選手が多いんですけど、まあめちゃめちゃ順位変わるじゃないですか。めちゃめちゃ変わります。もう本当に予選落ちか大げさな話、トップ3入るか入らないかぐらい余裕で変わりますよね、はい、てかもうポージングで、うん、正直僕これ僕のクライアントにも全員に口すっぽく言ってるんですけど、うん、やる理由として、うん、別に強制はしないんですけど、ポージングをやる理由です。そのポージングを、うん、まあ僕は誰よりも練習してる日本人で自信があるんで言えるんですけど、うんうん、やるとですね、そのじゃあ例えばウエイトでもそうですけど、翔さんって僕よりじゃあ重いの上げてるとか、何でも肩でも胸でも足とかでも何でもいいんですけど、うんうん、人間もともとポテンシャルある人間を舞台の上では超えれるんですよね、ポージングをやったやつは、うんうんうん、それを僕はもう何人も見てきてるし、うん、僕がそうなんで、うん、コリアでも僕より全然重いの上げる人間もいるし、うん、僕よりでかいやつもいるし、うんうんうん、いろいろいるんですけど、もう勝てるんで、正直身長も186、190いるっすよ、うんうんうん、で僕が一番ちっちゃいですよ、その中でスーパートーク182なんで、うんうんうん、でも勝てるんですよ。うん、それを証明するためにもやってるんで、僕も座高がちょうど同じぐらいなんですよ、うんうん、だから日本人としては多分長い方ではあるんですけど、うんうん、足がちょうど上半身と同じぐらいなんですよ、うんうんうん、なんか結構短い人もいらっしゃるんで、けど長いやつってあの韓国めちゃくちゃいるんですよ、うん、もうスタイルがいいってやつ、ね、いやもう本当にモデルじゃん、はいはいはい、けど勝てるんですよ、うんうん、で僕よりもインスタとか見てもスカットもガンガン上げたりとかしても勝てるんですよ、うんうん、それがポージングなんですよね。そしてそれが競技の魅力でもある。そうなんですよ。というかそれが競技なんですよね、はい、あのただの筋トレで比べっこじゃないんですよ。そうですそうです。いや技術があって、なんだろう、あの
サッカーもそうだけど、やっぱ全部のテクニックが備わってこそサッカーじゃないですか、はい、別に足が速いだけでもダメだし、ね、ドリブルが上手いだけでもダメだし、だ全部の、ね、技術があってこそ競技であるように、はい、僕らボディーコンテストもトレーニングしてダイエットすれば勝てるってわけではない、はい、そこにこうやっぱポージング、これは多分メンズフィジークもスポーツモデルも同じで、はい、同じぐらいの多分見せ方とか ね、 そうですね、それがあってこそこの順位が変わって勝てていく、全然変わりますね。そう、今小太郎さん10人抜きぐらいできると思う、うん、そうおっしゃってたように正直バックステージだったら絶対これ負けたって思うんですよね。そんな毎回思うんです。そんなばっかっすよね。いや、やば、うん、これいけっかなって思うんですけど、いや俺の方が絶対練習してきてるし、絞りはだから努力、うん、だからそこが努力点なんですよ、うんうん、絞りとポージングだったら絶対ここの誰よりもやってきたっていう芯があるじゃないですか、うん、でめちゃめちゃ見えるしね、やってる人とやってない人の差が、はい、だからパンプ中はやべえって思うんですけど、うんうんうん、いや大丈夫、うんうんうん、絶対俺のがやったからって思って出て、うん、あと映像見たらやっぱ俺のがいいんですよ。あ、だから結局だから本当にポージングをやった方がいいです。勝ちたい人はですよ、うんうん、別に本当に D も言ってましたけど、そんな本気でやってなくて趣味とかでやる方も素晴らしいと思うし、うんうん、その逆に仕事が忙しい中で週1回2回ジム行って大会出る方も素晴らしいと思うんですよ、うんうん、でも勝ちたいって思ってる人は、うんうん、だけは絶対にやった方がいいです、うんうんうん、これ絶対言えるっすね、まあ、それが競技、このボディコンテストの競技、競技ですね、そして魅力でもあるところですね、はい、ポージング技術点っていうところですね、はい、ちなみにごめんなさい、僕からメンズフィジークっていうのはやっぱりその V シェイプとミッドセクションの強さとやっぱこう全体的なバランスですね、はい、でもちろんそのシェイプされているっていう部分がメンズフィジーク、まあトータルバランスっていうのがメンズフィジークは非常に重要なんですが、足もね審査基準に入る、はい、そのスポーツモデル、そのブリーフを履くスポーツモデルの審査基準です。はい、いや本当にでも一緒っちゃ一緒一緒なんですけど、バランスですよ、うんうん、やっぱり足が出てくるんで今度、うんうん、なんでそのよくいるのが腕と肩がやたらでかくて太いみたいな、あ、まあ最近結構多いですねそういう選手、はい、で足太いけど中身何もないとか、カットがそうです、うんうん、だから全部のクオリティになるわけですよね。僕これも D の動画でも言ってるんですけど、全体のもうつま先から頭のてっぺんまでのクオリティの勝負になります、うんうんうん、なんでどっかだけでかいとかだとダメですもん。ダメっていうか、その整ってる人にと比べた時にダメっていうか、うん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 、ポージング絞りとか全部サイズと絞りと、まあ、この筋肉の完成度だったらどれが一番重要なんですか、はい、全部なんですよね。だから僕究極だと思ってます、うんうん、本当にボディービルの先輩たちが、うん、あの細くなっただけです、うんうん、もうクラシックフィジークとか、うんうん、ボディービルの先輩たちを細くしただけです、うんうん、あの5、6キロだけです。あまりボディービルレベルのサイズの人が出てきてももちろん勝てない、ね、あもちろんです。なんでもお尻まで線が入ってて当たり前だし、うん、トップはだからもうハムとお尻までバリバリに、人もバリバリになってて当たり前です。だからもうやっぱ僕はもともとボディービルの先輩たちには憧れてたんで、そこもだからスポーツモデル選んだ理由の一個でもあるんですけど、うん、そこまで見せることができるっていうか、うん、太いだけの興味ないんですよ僕。中身をどんだけ作り込むかっていうのがやっぱ僕がジャッジさせていただいたときはそこを見ます。一応あるんですよ、一応ある程度そういう基準はあるんですけども、うんうん、ジャッジそれぞれの特に柱があるんですよ、うん、俺はここを見てますっていうところが、うん、団体の意見としてはこうで、僕の中では一番はここを見てますっていうのは、僕はやっぱり作り込みをジャッジとしては 見てるっていうか、作り込みっていうのはどういうものかっていうと、孝太郎さんの足見てみましょう。ドン、こんな感じです。もうやばいんだよ、本当にすごいんだよ足が、マジで。もう俺ちょっと引いた、あのプロになった時のフィルさんに勝った時の写真、あれ見るともう、はぁ、何こんなになったの孝太郎さんみたいな。いや、おしこたもやったっすね足は。いや、毎日やったっすね。俺のイメージはもうあれブレイズロープの時のイメージしかないから、絞れてないガリガリのフィジークが言ってる時っすね。その時のイメージしかなかったから、はい、なかなかそこからね、あのコンテストで一緒にそのお互いの頃、ね、競技のね、あれを見ることがなかったから、はい、もうあの写真見た時はね、びっくりした。本当に本当にだから、ああいうことなんですよ、うんうんうん、あのなんで勘違いした努力の方向ではならないんですよ。ではちゃんとそのスポーツモデルを理解してそっちの方向にこう体を作っていかないと勝てないよってことですね。だからもう本当に翔さんのようなお言葉の通りで、スポーツモデルの理解度を見てます。
理解度ね。理解度です。なんでもう本当に外側と肩の張り出しの位置を合わせるぐらいでいかないと、うん、あのアウトラインは、うん、大きさをそれ以上行ってもダメだしっていう。に対して中身ですね、うんうん、フロントも全部中身、うんうんうん、あの下も中身まで全部作り込んで、うん、腹筋なんかも当たり前なんですよ、うん、いやもう正直ミッドセクション強くて当たり前ってことですね、はい、背中も本当にデカさも必要では、まあ、コリア行ったらあるんですけど、うん、もう分かれですよね、うん、もうどんだけも僧帽も上中下全部分けて、うんうんうん、ダイヤもしっかり分けてとか下背も、ね、上と下も、うん、もうバッキバキにもう分けて作れるかっていう、そういうもうピンポイントのトレーニングが必要になってくるんです、うん、ただ重いのやってるだけでは絶対に勝てないです、うんうん、よくいるんですよでっかいだけの、うんうん、絶対負けないんで、うんうんうん、それは、うん、そこがだから僕見ててあここ見てるからいけると思ったんですよ、うんうん、ここを学べば勝てんだろうっていう、うんうん、でダジのとこに行ったんです。要はそうなんですよ、孝太郎さんがやっぱりすごい飛躍したのが去年1年ですよね。やっぱね、いやでもその前から足が圧倒的に変わったのは、うん、本当2年前ですね。足変わった時に多分これね、スポーツモデル目指してる人は多分みんな気になってる。もちろんそしてクラシックフィジーク、僕たちのクラシックフィジークむしろ僕フィジークだけど足めちゃめちゃこだわってやってるんですよ。はい、最高です。もう大好きなんですよ足。足が変わった時のトレーニングって何したんですか。これちょっとめっちゃ知りたい。言いたくない。いや全然多分言ってもできないんで大丈夫です。 OK 行こう。職人っぽいね俺の技は真似できねえぜみたいな。言葉じゃ多分伝わらないです。一緒にやると分かるんですけど、うんうんうん、言葉だけだと伝わらないんで、どうせ、うん、どうせとしてですけど、うん、大丈夫です。頭の中です。え？頭の中を変えたんです。頭の中を変えろと言われて、うんうん、変えました。その心は頭の中を変える。どういうことか。すべてですよね。もう、うん、あの、なんですかね、僕のクライアントでも本当に多いんですけど、足、どんなことやってますかって言っても、うん、まあ、とりあえずエクステンション、レクアル、スクワット、うん、レッグプレス、ハックとか、こう、いろいろ言ってくじゃないですか。うんうんうん、どこを狙って何のためにやってるのって質問に次答えられないんですよ。ああ、なるほどね。うん。あの、漠然と足の前、後ろ。有名だからやってるじゃないですか。うんうんうん。じゃないんですよ。じゃあそのエクステンションってこういうやつです。こうやってやるやつですね。そのエクステンションはどこを鍛えてるのか、何のためにやってるのか、そういうことですよね。そうです。もう直近、なら直近だけで上げるレンジとやり方があるんですよ、うんうん、外なら外だけ、中なら中だけ、うんうん、直近でも上なのか下なのか、はたまたもうこの骨盤のこのいっちゃん上なのかとか、そういうのまで習ってますよ。だときに頭の中で全部変えたんです。どこに引っ掛けてこの1レップをやってるかを全部変えたんです。あのプロにこんなこと言うの失礼だけど、競技者です。これが競技者なんですよ。だから今足のあのお話だったんですけど、背中のトレーニングでも背中のトレーニングやってるじゃないんですよね。それも本当に多いんですよ、うん、ただ T バーやってます、うん、でベントやってます、うんうん、デッドやってます。えそれ全部同じとこ当たってねって感じじゃないですか、うんうん、で分かってないんですよ、うん、結構みんな、うん、でそれが悪いんじゃないんですよ、うん、それを教えるために僕がいるし、うん、僕が修行に行ったんですけど、うんうん、本当に肘と肩甲骨をどこまでどう使ってどう引くか、何度変えるか何センチで変わってくるじゃないですか、うんうん、そこまで握りもね全部ね。そうです、うん、だからそこまで理解してやってる人に会ったことが僕ないんですよね、うんうんうん、で行って全部聞いて、うん、ここかみたいなで考えてやってポーズ取って、うん、だからポーズが必要じゃないですか、うんうん、でバックダブルバーやって、あ本当に線1本増えた、うん、パンプしたら出るじゃないですか、うん、でもう一回狙ってみてバックダブルバーして、あ出た出た、うん、でこの連続してから、うんうん、トレーニングやってインターバルでポージングを取るんですよ、うんうん、で見るっす、うん、あちょっとずれたとか、うん、そういうもうなんかツボ作ってる感じですよね。マッスルコントロールそしてだんだんそれをやることによって超細かいところに筋肉 あの神経が行き届いていく、動くようになるんですよね。そうです。だから結局僕も、うん、その最後のダンスのヒップホップから始まって最後はポッピンってやつで終わってるんですよ、うんうん、ポッピンっていうのもこう筋肉をこう弾くバン、うんうん、バンバンってダンスなんですけど、それも一本一本脳の中で理解して弾くんですよ。だいたい胸筋だけ弾いたりとか、ケツだけ弾いたりとか、なんだろあのカーフまで弾く人もいるし、うんうんうん、前腕だけ弾いたりとか、首だけとか、こう首だけ弾いたりとか、いろいろあるんですよ。それに繋がってるんですけど、それもあるんですよ。だから僕ここだったら絶対いけるっていう、なんかそのアホみたいにその頭の中でいろいろ考えてやる自信があったんで、才能がなかったんで、うんうん、ここだったらフィジークと違っていけるかもって思ったのが、うん、だからそこなんですよ。もう脳の中を変えたんですよ。ただのレッグエクステンションじゃなくて、うんうん、エクステンションに行くとってもどこでどこまで上げてどう使ってるかを全部考えて、で立位でポージング取ったらこう出るからこのぐらいの角度だなみたいな、
でやってでトーポーズ取ってあちょっとずれてるなとか、うん、ちょっと見りたいんですよね、うん、分かる。でダジに聞いて合ってるっつって、あちょっと兄さんちょっとこう出てます、うん、あ、うん、あこうあそうそうって、うん、もう本当にちょっとずつでやってったらもう絞った時に出てくるんですよ、うん、中の、うん、なんか標本みたいなのが、うん、これ超面白いなみたいな、うんうん、一日植木選手やってもうアホみたいに角度ちょっとずつちょっとずつ変えながら、もう理論とかどうでもいいやみたいな、うん、もう休みとかもういらねえよみたいな、うんうん、毎日やってプレスとか毎日やっても変えて変えてって言って、うん、でそれが話されたのが去年にバルクをつけてしっかり、うんうんうん、本当にやっぱり見てほしいですね、孝太郎さんのその頭の中を変えてどこを今使っているのか理解してトレーニングしていくとここまで変わるっていうのをちょっと見ていただきたい部分でもあります。さあもちろんトレーニングで体を変えたら減量ね、ダイエットが必要になってきますけれども、はいはい、さあ、スポーツモデルトップ選手のこの減量理論ってのを聞いてみたいですね。減量ってのは大体どれぐらいの期間をかけて、あさっきちょっとこの話する前に聞いたんだけど、体重今奥で何キロぐらい増やしてるんですかって言ったら、俺は体重じゃないっておっしゃってたんですよ。というのはどういった、あの食事を大体僕は質量で計算して、それも毎日ミラーチェックしてコーチに毎日その体の写真とかを送りながら量をこう調整して、カロリー計算っていうのは一切しないです。へえ、カロリーではなく質量、はい、質量って、どういうこと？あ、何を何グラム、うんうん、じゃあ肉、鶏胸肉じゃあ何グラム、うん、1キロ、うんうん、あずみさんも1キロ食ってるんですか、うんうん、もう大体1キロぐらい食うんですけど、じゃお米、じゃあ 1.5 キロとかだけいこう、うんうんうん、ちなみに減量中も多分ね、みんなこれ聞きたい、特にスポーツモデルってやっぱり完全に絞り切ってないともうダメじゃないですか。ダメですね。下半身仕上げる、お尻まで仕上げるってなると相当な技術も必要なとなってくるんですけど、下半身まで仕上げるレベルの減量のコツってあるんですか？多分これからこう目指してくる選手たち、多分下半身お尻が仕上がらなくてめっちゃ悩む子多いと思うんですよ、はい、これも脳なんですよ、ね、脳、これ僕だよ、ね、脳科学だよこれは。僕結局全部脳を決めてるって思ってるんで、みんななんか有酸素をなんか有酸素やったら筋肉落ちるって思い込みすぎなんですよ、うん、そんな落ちないんで、うん、ってことは有酸素を何本もエクスポートは、ポイントは有酸素にある、いえ全部なんですけど、うん、そのさっき言ったトレーニングありきの食事ありきですよね、うん、もちろんその、まあ、量はちょっと減ってきますけど、ありきのポージングありきじゃないですか。ポージングありきです。もうこれはコントロールができたのとダメなんで、うん、で有酸素を、これもさっきの話なんですけど、おまけなんですよみんな、うんうん、あ有酸素やんなきゃ、あと有酸素1回やろっか、トレーニングだったらそんな感じいかないですよ、うんうん、だトレーニングと同じ感じで有酸素行くんですよ、うんうん、僕よし有酸素行ってやるよみたいな、うんうん、で有酸素行くのもどこの筋肉をどう使って足上げてってとか全部考えるんです。直筋で今ここ方向で直筋で上げてどこまで行っていいか分かんないですけど、これ初めて、俺いろんな選手にインタビューしてるけど有酸素中にマッスルコントロール考えながらやる人は初めてかもしれない。それが僕普通だと思うんです。僕今チャリで来たじゃないですか、うん、チャリ漕いでる時も全部考えてた。知ってた、街でチャリンコ漕いでる孝太郎さん見かけたら、あの人絶対今どっかの筋肉鍛えてるなって、もう武井壮さんばりじゃないですか、ね、僕電車乗ってる時もそうですよ腹筋のどこを使ってとか で本当です。で方向筋で、僕自転車押すじゃないですかみんな、うん、僕方向筋で漕ぐんで、うんうんうん、方向筋で漕ぐとか意味わかる？みんなこれ上げるために元々ついてるんですよ、うん、だから僕出るんですよ、うんうんうん、そういうことをみんながしないんでなるんですよ、こんな話。だからしないじゃないですか、なんでやんないんだろうって思うんですよ。で、うん、これ別に言えるんですよ全然、僕クライアントにも言うんですよ、うん、やってるよって、うん、やらないんですよみんな、うんうん、僕にお金払ってるのにやらないんですよ、うんうん、だからならないんですよ、うんうん、わかんないです、僕わかんないですよ、やらないで、それやる人なんで僕、うんうん、だってやったらなるのにやらないです。で多分聞いてる人もあそうなんだと思って多分やらないです、うんうんうん、だからそうじゃないですか、成功者とか金持ちとかも、まあ、僕金持ちじゃないですけど、うん、とかもみんながやってないことを当たり前にやった人がなるじゃないですか、うん、だからやったらなるのに、だから頭の中を変えたらなるんですよ、まあ、世の中ただ歩いてるんですよ、うん、YouTube 見たり、まあ、YouTube 僕も見ますけど、うんうん、それは有酸素見ないですよ、うんうん、音楽聞いてこんなんやったり、うん、いやったらダメなんですよ、もう無ですよ、無無で40分やるんですよ、うんうんうん、そしたらバリバリになりますから。でもその中には無と言っても無心ではあるけれども、こう筋肉への意識はいってるってことですよね。意識とあと、うん、こんなことやっても、う
以降が俺の筋肉が絶対落ちねえしって思い込むんですよ、うん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 、こんなやわじゃない俺の体は、うんうん、有酸素なんかで落ちるわけがないって思い込むんですよ、うん、じゃあ落ちないんですよ落ちないんだそのどれぐらいの時間やるんですか有酸素っていや本当に2018年は1日6本ぐらい行ったっすね、うん、最後6本6本それがダジンの教えだったんですよだからもう絞りきどうせちっちゃいんだから兄さんは絞り切ってくださいって言うんです、うんうんうん、筋肉量で勝とうと思うなんで、うんうん、ポージングと絞りで韓国1位になまずなってください、うんうん、で、慣れなかったらバルクアップの筋肉のつけ方をちゃんと教えますみたいな、うんうんうん、で、あ、分かったっつってじゃあ誰よりも絞って誰よりもポージング上手くなるわっていう1年がまず2018年だったんです6本って1回何どれぐらい1時間です、40分から6時間ってこと？だって僕12時間運動させられたんですよ、合宿行って4ヶ月だからもうバッキバキだったじゃないですかあ、まあ見てないかもしれないですけどやばい6時間これ本当ですかねいや、本当ですあの、本当にやってますからうちのチーム結構それぐらい筋トレは 何時間ぐらいなの2回ですねダブルス2時間はいじゃあで、ポージングが毎日3時間から4時間です、うん、え、3時間か2時間から3時間2時間は絶対最低やったっすみんな聞いて仕事できねえじゃんだから仕事全部やめて捨てていったんですよおーマジで？でも僕がそれをやらなかったら、うん、僕が帰ってきて、うん、僕のクライアントとかに言えないじゃないですか、うんうん、だってや俺がやってないのに、うんうん、お前やってねえじゃんっていうやついっぱいいるじゃないですか、うんうんうん、俺それがやるんですよ、うん、俺がやってできたんだから大丈夫だよって言える人になりたいからだから勘違いしてほしくないのはそこまでやんなきゃいけないのかよっても言われるんですよ、うんうんうん、じゃないんですよ、うんうん、そこまでやんなくていいんですよ別に、うんうんうん、ただプロになりたいんだったら、ね、やったらいいんじゃないってだけです、うんうんうん、で僕がやって慣れたんで大丈夫だよって、うん、なんで俺才能ないんだよ、うん、ただ努力することだったら誰よりもできる自信があるんですよ、うんうんうん、誰よりもできるんで、うんうん、だって死ぬ思いいっぱいしてきたんで別に、うんうんうん、ここでは言わないですけど、うん、有酸素6本するぐらい別にへでもないんですよ剣道の時めちゃくちゃきつくなったんですか？めちゃくちゃきつかった毎日ケツにあったっすよね、うんうんうん、めちゃここ先輩にボコられてあざだらけてとかそうですねに比べたらただ歩いてるだけじゃんっていう、うんうん、だから、まあ、確かにね剣道の時の方が多分生きてるんですよね確かにあの剣道の時のこの熱いし重いし精神あの体もそうだけどどちらかその先輩とかもそうだし、はい、怖いし怖いし熱いし重いしって確かにメンタル面ね、はい、確かにのは歩くだけって言われちゃ歩くだけだけど6本はすげえわでも剣道から比べたら全然余裕ですね僕はだから多分生い立ちが助かったっていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、だから行って仕事全部まあオンラインをやってましたけど、うんうん、数名だけ、うんうん、行って僕がやれなかったらダメだと思って一応行ったしだから、うん、自分の力だけでは多分耐えれなかったと思うんです、うん支えがあってありましたね、うん、やっぱそのお客さんだったりとか、うん、それこそフィルさん兄貴だったりとか、うん、コーチもそうだし、うん、その現地の韓国の子たちもみんな優しいんですよ、うん、その頃日本でいろんな問題があったのに、うん、俺たちめちゃくちゃ優しくしてくれて、うん、俺だけじゃなくて俺の後輩とかにもみんな優しくしてくれて、うん、もう本当にあったかいところでしたね、うん、遠慮の答えになったか分かんないですけどいやでもなってるなってる結構頭なんですよね頭の中でできると思ったことしかできないじゃないですか、うん、できないと思ったら無理なんでできるって思い込むだけです、うん、勝つって絶対、うんうん、落ちねえ筋肉が絶対落ちねえって今日暑いね本当に本当に暑いんですよね本当に暑いんだけどやばいわ僕だんだん熱が入ってくるんで相当暑いわすいません自分がやんないことは人には言えないっていう風に言ってたからまあ中学の時あの先生ボコボコにしちゃったんだけどね剣道でここかそうだから本当にいいのか悪いのか分かんないですけどね性格悪いのかもしれないですけどでも、うんうん、自分はそういう生き方しかできないんで、うんうん、いいねあの多分ちょっと面白いあのねまたこれ D さんとは違う感じのねいいね一本木っていうかねでも似てるんですよやっぱ暑いよ暑い彼は静かに暑い感じ、うんうん、僕ずっと暑いって言ってます、ね、青い暑さと僕赤い、うんうん、真っ赤みたいな燃えまくってるわ本当に暑いでも中は結構彼と似てるでも結構普段クールですよねなんか俺そんなイメージがあってこんな暑いと思ってなかった好きなことだけです B 型なんで、うんうんうん、好きなことの質問されたらめっちゃちゃんと答えるみたいな興味ないことあ興味ないですみたいな感じです思ったらなんかこうあんまりそんな熱く語らない人で今日も冷静になんかあれなのかなと思ったらかなり熱くお話いただいてるので熱苦しいんですよ楽しいいやいいじゃないですか熱苦しくなくなかったらね面白くないし感動もないですよ本当に、うん、であの日本のフィットネス界、はい、本当、まあ、今お話に出たスポーツモデルも含めて、メンズフィジーク僕たちのメンズフィジークも含めて若い
子たちがすごいこのフィットネスっていうのに興味を持ってくれて、すっごい頑張ってくれてるじゃないですか。はい、すげえ頑張ってるですね。もう団体違えど競技違えど、とにかく若者がなんかそれこそ街飲んで酒飲んでるとかじゃなくて、このフィットネス、体を鍛える自己鍛錬にすごいハマって、はい、コンテストに出てきてくれてるじゃないですか。盛り上がってる、正直、はい、女子も男子も。これについてどうですか、やっぱり。でも最高ですよね。牽引してて、牽引してきた。いや、してないですけど最高ですよね。いやいや、孝太郎さんがいて、俺みたいなおっさんがいて、こうみんなでこうやってきてね、こういろいろこう日本が盛り上がってきたわけじゃないですか、はい、ね、本当に、まあ、まだまだこれからもっと盛り上げたいと思うけども、はい、やっぱ嬉しいですよね。いや、もう最高だと思うんです、これ以上いいことないと思うんです、本当に。だって、ね、悪いところって本当スーツ買い替えるそこかいところじゃないですか。別に他あります？ない。だって俺多分ないですよね。めちゃくちゃ酒飲みだったんで、それこそ言ってましたね、僕見えましたから。多分入院してた。フィットネスに出会ってなかったらもうすでに僕もクソみたいな人生でした、多分。本当に多分やばかったパターン。やばかったと思いますね。ですよね。本当に向いてるっすね、僕は。向いてるっす。本当に悪いとこないんじゃないっていう、その服とかだけ。確かにね。Tシャツとかってですけど、スーツはちょっと何万もするんで。スーツね、ぐらいですかね。悪いっていうか嫌なのは。孝太郎さん、スーツってのはやっぱり普段着るんですか？もう、最近やっぱその団体の関係で、パーティーとか呼んでいただいたりとか、ジャッジも呼んでいただくんで、そういう時だけスーツ、基本こういうな、ラフな感じなんですけど、スーツです。そのスーツが、年々もう買い替えなくてはいけないっていう、ね、そうですね、確かに、ね、オーダーになるじゃないですか、それが本当に作り行くのもめんどくさいし、お金もかかるんで、そこだけめんどくさいかなぐらいですかね。でも、本当にフィットネスっていうもののおかげで、いろんな国とか、いろんな、もちろん翔さんもそうですけど、でも人に会えるじゃないですか。会える。で、僕一番なんかこんないい仕事ねえなって思うのが、僕みたいなクソみたいなやつでも、僕よりなんですか、職業的にもなんだろう、すごいお医者さんとか立派な方々いらっしゃいます。いっぱいです、経営者の方とか、まあ、お金だけじゃないですけど、そのすごい努力されてきて、その国家資格とかも取ったりとか、いろんなことされてるすごい方が頭下げてくるじゃないですか、いやいやみたいな、そんなこんないいのかなみたいな、リスペクトされますよね。だからまあみんな持ってないものをね、こう人と人はこうつながって伝え合って、まあ、また成長していくっていう部分では、まあ、そのお医者様とか経営者の方々とか、はい、まあ、立派な方だけじゃないですけど、でも本来絶対付き合ってくんないでしょ、喋んないでしょっていう、俺みたいなやつっていうぐらいの方まで降りて習いに来てくれて、しかもお金までもらえるっていう謎のシステムじゃないですか。こんなにすげえいい仕事あんのかなみたいな。確かに本当にいろんな意味で出会いがある。はい、本当に絶対会うことのない主婦の方とか、間違いないな、それ。そこの子供まで今来てるんですよ、高校生の子供まで来てくれたりとか、10歳の子供とか、まあ、ここはまあ教えれないんですけど、仲良くさせて、食事とかもさせていただいたりとか、もうすごい人脈が、多分 D も言ってると思うんですけど、今北海道から乗ってますよね。行ってる、北海道遊んでるのかな。これやってなかったら多分行かないんですよね、まあ、彼は YouTuber っていう仕事があるんで、僕本当に本当にこの仕事っていうか、まあ、僕よく言うことは志のことって言うんですけど、こっちの仕事だけ、もう不動産とか金融もやってるんですけど、この仕事だけはもう志の仕事って書くんですけど、もう本当にそう思ってます。こんなにいい仕事ねえだろう、めっちゃ感謝されますよね、まあ、ダイレクトその場で、1セットで感謝されますよね、いてーみたいな、いてーっすみたいな、もうニヤニヤしちゃうんで、もう痛いんだみたいな、最高だねみたいな。そこで喜びを感じる、まさにね、わかるわそれ。まあ、まず本当フィットネスは人と人をつなぐ一つのツールでもあります。フィットネスユナイテッド、やってますショー TV。 さあ、はい、フィットネス盛り上がってます。まあ、悪いところといえばもうスーツがもう着れなくなってくるっていうところ以外、他には特に悪いところは見当たらないこんなフィットネス、はい、どうですかこの先どういう風に行くのかな。孝太郎さん的にどう読んでますこのフィットネス業界ですかね。僕そんな頭良くないんで何も読んでないんですけど、どうなってってほしいですか。ただ僕のいるなんか、ね、フィールドだけではスポーツモデルは絶対にここから需要が出てくると思います、で結局今アメリカでもクラシックフィジークがものすごい人気じゃないですか。そうですね。結局そこに行き
と思うんですよ、みんな。結構僕、ここでは言わないですけど、今フィジークで結構有名な先輩たちも、うんうん、まあ年は下でも、業界では先輩の人たちも、うん、結局クラシックフィジーク目指してる方いっぱいじゃないですか。そうなんですよ。だから足やってるじゃないですか。で、なってきた時に、結局スポーツモデルから入った方が、正直、うん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 、作り方知ってるんで、うん、なるほどね。だから僕もクラシック行きたいですし、うんうん、行くつもりですし、うん、だから絶対需要が出てくるから、うんうん、最初はね、ちょっと気持ち悪いとかね、悩んだしててとか思われてたかもしれないけど、ね、昔フィジークもそう言われた時代もあるんで、うん、まあ僕と兄貴がある程度できるところまではちょっと引っ張れれば、うんうん、やってって、そこからこう下から底上げして、うん、ちょっと大きい人たちにも、うん、ちょっとこう、こっちの人たちを流していけるようにっていうか、うんうん、もちろんフィジークも頑張りたいんですけど、まあ、僕は一応そのスポーツモデルっていうものをやってるんで、うんうん、でもこっからどんどん増えていくと思いますね、ねまあ、全体的には、うんだから本当にフィットネス大国アメリカがあって韓国も盛り上がってて日本も本当、うん、非常にもう団体問わず全体的に全国的にフィットネス本当盛り上がってるんで、うん、そうですねいやまあ結局ね健康的だしやっぱりそうですねあと、うん、僕向こうにいて言われるのはやっぱ日本人は根性があるねって言われるんですよ、うんうんうん、なんでやっぱ日本人にしかこうない大和魂じゃないですけど、うんうんまあ、出せる子たちが結構活躍してくると思いますね、うん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 、日本人にしかないこのやっぱ職人気質っていうかこの努力、ねうんうん、細かいところ努力するみたいなところあるじゃないですかでこだわりますもんね製品作るのにも日本って細かくすごい繊細じゃないですか、はい、そういう部分まさに体に出ますからね、はい、で意外と海外の選手とかともつるんでると、うん、あお前そこ抜くんだ、うん、俺抜かねえけどなっていうところ結構あるんですよ、うん、あとあここ俺抜かなかったらこいつにいつか抜けるなとか、うんうん、今もいろいろ思ってるんですけど、うんうんうんだ結構日本人強いんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、真面目だし、うん、もうね元は確かにね真面目、うん、普段は不真面目ですけど、うん、まあでも僕は不真面目だったら有酸素6本できないからね今はやってないですよその絞り切るときはそのぐらい最後のやってくるはですね、うん、基本的には3本ぐらいですけど、うんうんうん、3本4本ぐらいですけどそうねいやーまあでも本当に今日もねもう1時間喋ってるんですけどあっという間なんですよ実は本当に本当だでしょもう半すねそう熱く語ってくれた松原幸太郎日本トップを走る、スポーツモデルの選手そしてプロということで今日お話を聞いておりますさあショー TV フィットネスユナイテッドスマホショッキングのコーナーといえばここから、次のゲストにお電話をしていただくということなんですけれども幸、はい、太郎さん、はい次のスマホショッキングにご紹介してくれる方はどなたでしょうかはいやっぱりですね、僕が辞めずにここまで来れた、うん、一番思い入れの、うん、強い、思い入れのつも強いですけど、そうですね、思い入れの強い方に、ちょっと、来ていただきたいですね。大体この、もうみんなね、もう知ってると思います。もう幸太郎さんがそういえば、はい、この人しかいないだろうって、はい、D さんまた出てきたら面白いですけどね。はい、いや、D でもいいんですけど、本当に僕が辞めずにというか、多分その方にやってなかったら僕、ここまでハマってなかったというか、うんうんうん、その方に勝つためにどうやったら勝てんだろうって考えてやってきた方なんで、うんまあ、兄貴のフィルモさんに来ていただきたいと思います、うん、みんなわーって言ってるの多分この僕なんかよりも丁寧に分かりやすく説明してくださるんで多分僕結構こうノリでバーってテンションで話しちゃうんですけど、うんうんうん、優しく丁寧に話してくれるんでわフィルさんですかねフィルさん来ました幸太郎さんにご紹介いただきました、フィルモアさんねいや幸太郎さんとフィルモアさんの戦いも熱かったね本当にご存知の人は記憶に新しいと思いますけれどもフィルモアさんに早速お電話していただきましょう、はい、出るかな、はい、お仕事中ではあるんですけどこれでちょっとこれガチなんでLINE のスピーカーいけます？はい、なってます。普通電話の方が良かったかな。あ、もしもし。フィルさんお疲れ様です。おはようございます。今翔さんと撮影中でして、スマホショッキングの時間になりまして、いいともみたいな。今フィルさん今撮ってます今撮ってますフィルさんショーですご無沙汰してますお久しぶりでございます
今孝太郎さん、はい、ショー TV 出演いただいて、はい、次回は次ぜひ兄貴を、フィルさんを紹介したいということで今お電話させていただいております。あ、嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろお世話になっておりますが、あのショー TV、ご出演いただけますでしょうか。あ、こういう感じでしたね。こういう感じ。ああ聞いたみんな。フィルさんのいいとも聞けないからね、これ。本当、聞けないからね、本当に。うん。いや、もう、ありがとうございます。すいません、あの、本物の笑っていいとも終わっちゃいましたけれども。ええ。ありがとうございます。ありがとうございます。お、ぜひ、ちょっと、またご連絡をさせていただきますので。それでは、次回。はい、フィルさんご出演決まりました。フィルさんお忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。後ほど、はい、失礼いたします。失礼します。はい、はい、おい、取れてたよね今のね。これもうフィルさんいつもあの電話切ってくれないんですよ、昔から。でやっぱ武道やってたじゃないですか、先輩が切ってから切るじゃないですか。昔とか本当にフィルさんずっと切んないんですよ。フィルさんも多分そうなんですよ。で、あ、もしもしみたいな、うん、あ、もしもあの切ってもらっていいですかっつって、え、あ、わかりましたみたいな感じで切るんですよ。ちょっと待って待って、フィルさん営業マンじゃないよね、もっとね。だって孝太郎さんは元営業マンだったから、お客様が切ってから自分が切るっていう、そういう教育マン。フィルさんも切んねえしみたいな。切んないんですよ。今もう5秒ぐらい切れなかったんで。切ってくれないんですよ。兄貴の先に切るわけいかないんですよ。もう乾杯開いてったら下から下から下からってお互い言っちゃうみたいな、ね、一番腰が低すぎてもう低くなれないんで、こっちはもうすごい仏みたいな人なんで。いや確かにね、あんだけこうあの温厚な人柄の方というかね、はい、非常にまた楽しみな展開になってまいりました、はい、なってまいりました。スマホショッキング、まあもちろん団体は違えどね、はい、あのこの体を作っていく、そして努力をしていく、そして何かに挑戦していく、何かを掴むためにこう進むっていうね、方向性、あのベクトルは同じ方向を向いて僕たち生きてますんで、今日はとても熱い話ができました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ今日の、スマホショッキングゲストは、日本のスポーツモデルで今トップを走るこの方でした。松原孝太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。最高っす。